になったかなとか思ったりして、でも最近ですね、横毛を切っていただいて、この触覚を気づきましたが、短くなってるんです。そう、そうなんです。練習というか、今から普通に自分で明日の確認をします。明日もいろいろ難しいので頑張ります。そう、今日はですね、あ、そう、この間、あ、ん、ちょっと話が、あ、ちさちゃん、メルちゃん、ありがとう。そう、今日お母さんがロム&のあのこの間言ってた水色のクッションファンデ、なんかちょっとあの水っぽいさ水っぽいさそう、ね、買ってくれました。届くのが楽しみ。そう、多分一番明るいやつを買ったって言ってるけど大丈夫かな。で、これちっちゃいのだから買った。どういうこと？あの何の話？これは今日買った、はい、あのこれめっちゃ高かった。始まってな、始まって、始まってる、びっくりしたじゃ、ね、お母さん、お母さんです。お茶持ってきてくれた。あれ始まってるとか言ってたそう、で買ってもらったのはいいんですけど、あの こちら知ってます？こちらは1000円くらいで買える、あのちっちゃいバージョン、ティルティルの、それのね、この シルバーが欲しくて、そう、何個買うんだよって感じなんですけどそう、最近買ってなかったから、そう、コンサートも終わったし1000円ね、いいかなと思って買っちゃったんですけど、買っちゃったんですけど、そう、いや、いいの、とてもいいところは大きいのもいいんですけど、ちっちゃいの持ち運び便利だし、お値段がとてもいい。そうです、買いました。まだ使ってない。以上です。あとはなんかね、なんか気になってたなんかセザンヌのなんかやつとか、あとね、最近開けてない、まだ開けよう、ミークさんがよく持ってきてて、先輩方がよくお借りされてるものがあるんですけど、それをちょっと、私はまだ借りたことがないんですけど、気になって買ったの。パック知ってる？ボンジョンヨのパックを買いました。そう、最近皆さんメイクさん持ってて、先輩方もよく使われてるので、そう、買ってしまいました。これがね、約2000円なんですよ。2000円はしないけど1800とかだったかな。まあいいお値段悩んだんですよ、手に取って。パックか、うん、ってなって買ってしまった。ウェットティッシュみたいだね、やばい、ねえ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 、失礼、本当に失礼まあ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 、変わりはないですけど、パックはまあ意外とこういうものが多いです。朝パックとか、なんか何枚入って、50枚かな。でも普通の1枚のパックがこの顔面全部あるので30枚ぐらい入って1500とかだと思うから、うん、どうなんだろう、わかんないわ。50枚、あのこんくらいのほっぺぐらいのやつがですね、これは。そうそうそう、そうですね、
気になってたからそれにする。わあ、ぜひお揃いに。どれだろう、うん、どれだろうか。お揃いにしてください。そう、なんかこのやつは全部じゃなくて、あのコットン、四角いコットンみたいな感じのやつなんですけど、はい、それですね。なんかさ、セザンヌのさ、売り切れてって、なんかティオナレスコンシーラーみたいなのが、そうで、やっと見つけたんですけど、ここに、そうそうそう、なんかね、知らなかったの。ちょっとラメみたいなキラキラしててすごいよね、びっくり。これちょっと明日使ってみようっていう。1日の研究成功へ見に行ってありがとうございます、ありがとうございます。なんかさ、1日かな、私が最後のまあ一人の人に引っかかったり、まあ、上の包んでたあの紙みたいな周りの いつもは引っかかっててもこう分かったんでしょうね。だから私のミスではない。これはその日の紙テープとは相性が合わなかったねみたいな。でも結構皆さんが楽しんであの紙テープをお持ち帰りされてたので、まあそれはということでいいかなみたいな。そうそうね。あとペアリーナコンサートもありがとうございましたそうね、あんなに広いところで選抜として立たせていただけるなんてとてもありがたくて、しかもなんかすごかったですね、真ん中のステージが。どこ見てもそう、お客様皆様がいらっしゃって、そう。でも結構あれの大変なところは、1個移動することに2個番号を覚えなきゃいけなくて、立ち位置前と横、そう見なきゃいけなくてですね、普通のステージだと1個覚えればいいんですけど2個覚えなきゃいけなくて、それが大変だったかな。めっちゃお腹鳴る今日。あと結構たくさんの方があんなに私がこうダンスなんかすごい結構止まってなかったのに綺麗な写真を撮っていただいてすいません、ありがとうございますって感じです。本当にびっくりしちゃいましたね。その写真もあげれたらあげたいな。そう、たくさんね、綺麗な写真を撮っていただいて。あの夏の防波堤良かったですか？防波堤ね、あ、嬉しい。旗振りもそうして、意外とはなんか初めてのことをたくさんさせていただいて、旗振りはもう全身から旗を振りに行きましたそうだね。ボーハテ良かったですか？嬉しい。ボーハテ。
防波堤も結構わちゃわちゃしながら覚えてましたね。あ、夏目さんありがとうございます。金のタコ、金のタコ、すごい金のタコ、そう、いつものわちゃわちゃ感で覚えてました。ポケモンなんか可愛いでしょ。そうなのよ、この可愛いの。わ、金のだるま、金なんだ今。アウトオブホテイトもおめでとう。あ、ありがとうございます。そう、アウトオブもね、ダンスで披露させていただいて、結構私の衣装は結構ズボンでかっちょいい感じでしたね。結構可愛くて、とてもね、ああいう、なんだろう、服あんま着ないのでお気に入りです。あれ、わかんないと思うんですけど、後ろはあんま向かないから、ハートの穴がね、3つ開いてて、足に。そう、可愛いでございます。そう、あ、これゴールデンウィークだからか。感謝、ありがとう。そう、練り歩きもね、ありましたしね。あんま練り歩かないので、とかで練り歩き初めてだったので、やっぱコロナ禍ね、なかったってのもありますけど、楽しかったです。うん。カフェ行ったら隣の女の子がサラロシで、アイすごかった。すごい、誰だろう、嬉しいです。でも結構ね、最近女の子のファンの方もたくさんで嬉しいです。びっくりした。なんか結構ね、歩きの時とかにいろんな方が来てくださってて、そうそうそうね。てかお話し会もうすぐですね、楽しみです。このね、そう、あ、そうなんですよ。この前の公演でも、あのビビちゃんが来てて可愛かった。そう、女の子、ちっちゃい女の子2人来てて、めっちゃなんかアピアピして可愛かったですね、とっても。そうなんですよ、ありがたいことにちっちゃい子にもね、嬉しい。練り歩きでめっちゃダッシュしてましたね。練り歩きは本当にダッシュしてた。赤ちゃんではなくて、でも小学生ぐらいかな。そう、時々本当に幼稚園生ぐらいの子がいるんですけど、この間は多分小学生ぐらいの子かな。ちょっと結構わかんない。多分そうだと。可愛かったですね。そうなんですよ。あ、雄大さんだ。二人来てたんです。幅広いでしょ？そう、ありがたいことに幅広く。みんなが来てくれて嬉しいです。これほんと早く使いたいんだけどさ、いつ使うか。あ、メロディックスもね、ありがとうございました。なんかなかなか着ない、なんだろう、衣装、色なんか緑と黄色が結構メインで、はい、ストレートのスインで着た。こちゃね、そうですね、大変そうだね。そうですね、ちょっと結構、なんだろう、お仕事の後にやっぱ行くので、ふーんって感じで起きてます。本当に伝わるかな、このめっちゃね、私はなんか日頃から結構4時5時とか起きるタイプではなかったので、まああんまそういうタイプの人いないと思うんですけど、まあお仕事とかでね、結構毎日朝方まで起きてる方もいらっしゃると思うんですけど、私は結構今まで学生で、
なんだろう、6時とかそう起きなきゃいけなかったので、さすがに5時過ぎとかまで起きてたらもうな時間ない、寝る時間が状態だったので、ちょっとそういう時間に起きれる体制がついていなくてですね。うーんって感じで起きておりますね。この間のこの間のごちゃも寝ないぞで、そうそうなんですよね、寝ないぞって頑張ってたんですけど、気づいたら目が閉じちゃうっていうなんか時間がありましたね。寝ないで4時5時までなので実質オールをしているんですけど、私は、まあ、ゆきちゃんもなのね、ゆきちゃんも大変、全然私だけじゃないので全然なんですけど、そうそう、あくびが止まらないとかじゃない、もう次元がもうね、起きる起きないとかじゃなくて、勝手に目がね、うん、ま、もう瞬き一回したらもう終わり、目がこうひっついてる。この間初めて行った、そう、初めての日にびっくりしたことが、あのそう、最初にこうね、お話リハーサルというかこう確認みたいなのあるじゃないですか。その時は真っ暗、本当に真っ暗なんですけど、いざ始まって、そう、その時は真っ暗なんですけど、はい、終わりました。次の回の、なんか確認しましょうみたいになったら、え？太陽出てる。初めてすぎて、え、さっき、夜景見えてたが、みたいな。そう。そうなんですよ。初めての日はそうスタジオだったの、お邪魔させていただいたんですけど、そう、夜景が見えてて、わーすごいビルの光とか、わー月だとか思ってたんですけど、まあ休憩中にね、そう、終わったら、まあ太陽こんにちは、のんちゃんもオールしてるの、のんちゃんはしてないんじゃないかな、寝てると思うよ、そうなんだっていうごちゃの最近のお話。そうなんですよ、びっくり。皆さんはね、無理せずに聞ける方は聞いていただいてって感じです。まあ、毎回ね、一緒に起きてくださってる方がいらっしゃってるんですけど、本当にありがとうございます。全然あの休憩を取りながら聞けるときに聞いていただければ嬉しいですねって感じですかね。呼び捨ても何も、そららちゃんがなかなかいないと思うので、あ、山崎空フルネームで呼び捨てってこと？さすがにいかつい。ねえ。無料なん、ラジオトークで無料。へえ、そうなんだ。そっか。どうなんだろうね。そうなんですよ。今週もお話し会終わって、ごちゃ行って、次の日もお話し会かな？合ってるかな？そう。そう、次の日がね、一、二部だった気がする。違ったかな？どうだろう？何部かな？何部ですかね？次。一部だったっけ？早い。違うかな？だからすごい私が気にしてるのはメイクを。そう、メイクは
落とせないから新しいメイクをしできないかもしれない、ワンちゃん。まあ落としてって美容でパパッとしてすればいいんですけど、それができるかできないか。いやさすがにちょっと崩れたメイクで行くのは初めてだって、やっと久しぶりに会えるじゃないですか、お話し会。そうなのにそんなメイクで行きたくないっていうのが今の悩みです。どうしよう、本当にどうしよう。寝ることはまず考えてないんですけど、寝はしない、多分寝れないので。そっから終わりました、メイクを落とします、メイクをします、準備をしますで、するか、それともメイクをせずにその前の日のメイクでいくかっていうのが私の悩みなんですよ。どうしよう、スピンではいきませんね、さすがに。皆さんだって久しぶりに会えるんですよ、完璧なままでいきましょう。あ、メイクしたまま、あ、寝てそのメイクでいく？ああ、そういう、そういうことね。あ、お風呂入りますよ。お風呂はさすがに入りたい。だから、その顔を洗うか洗わないか問題ですね。いや、あ、そうだな。その髪が、結局髪も洗いたいから、あ、洗ってくださいって感じか、もう。もう一回メイクしてくださいって感じですよ。そう、靴下履いたままによ。めっちゃあれですね、もうなんかあれみたい、次の日の服着てもう寝てる人みたい、時間を無駄にしたくない日タイプの。めっちゃうん、私でも最近ナチュラルメイクをするようになったので、その時はクヨラナチュラルメイクなので30分とかでできるんですけど、あ、てか最近ね、愛ちゃんがコーヒーにハマってますね、多分カフェオレかな。私はあんまコーヒー飲まない、コーラそう、あ、そうだ、今日ゆいゆいさんがねコーラをおごってくださって、そう、何がいい、何飲みたいって言ってくださって、そう、あのカフェインの京丹さんコーラを買っていただきました。優しいです、いつもありがとうございますって感じで。まだ飲めてないんですけど、ちょっと大事で今日のコーラ飲みました。そう、皆さんが最近いつもなんかお座終わりとかにコーラ乾杯してくださってて、あ、私も飲んでるよとか思いながら見てますね。のコーラ飲んだ？私も多分飲んだ、多分とか言っても記憶がない、飲んだ。ね、あーね、峰松さんね、あれですよね、映画ね、やっぱ映画はハーフとハーフ、ハーフとハーフ、ハーフとハーフは違うか、ハーフとハーフは違うのか、ハーフか、ハーフとハーフ、ポップコーンのハーフとハーフ、ハーフと、そう、ポップコーンはちょっとわかんなくなっちゃった。そう、あの塩とキャラメルでコーラです。コナンとても面白かったです、ぜひ皆さん見てください。はい、ちょっと明日もあるのでそろそろランキングを読みたいと思います。では参ります。17位リリーさん、ありがとうございます。16位リオタさん、ありがとうございます。15位タックンさん、タックン71さん、ありがとうございます。14位ヒクンさん、ありがとうございます。13位トシちゃんさん、ありがとうございます。12位サブちゃんさん、ありがとうございます。11位夏目さん、ありがとうございます。10位ローさん、ありがとうございます。9位ワイプさん、ありがとうございます。8位ミネマツさん、ありがとうございます。7位ブレレさん、ありがとうございます。6位、タッサンさん、ありがとうございます。
すごい、ゆるくるくせんぶるくさん、ありがとうございます。4位、かつさん、ありがとうございます。3位、滝沢さん、ありがとうございます。2位、やきさん、ありがとうございます。1位、おんこん、ヘイデイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね、皆さん。ちょっとお待ちください。ああ、そういうことね。なんか、そういうことだ。ありがとうございます。こう、なんか立ってるんですけど、これなんだろう。すごい。ヘイデイさん、なんかすごい城みたいなの立ってません？城みたいなのが立ってる。城が立ってる。わあ、お城だ。わあ、お城ありがとうございます。お城タワーってこと？わあ、ありがとう。すごいの見ることができました。ありがとうございます。で、金閣寺みたいですね。あの、色が、ね、ゴージャスなお城です。大好きだよ。ああ、ありがとう。嬉しい。私もラブ、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。形ってこんなんだった。金閣寺こんなんだったけど、あ、お寺、金閣寺お寺か。色がね、金閣寺ね。お城です。もうお城、これお城なんだね。金閣寺じゃないんだ。寺ではないらしい。お城だったらしい。間違えた。寺、勝手に寺にしてた。お城だねとか言って、勝手に寺だった。びっくりしちゃったね。いきなり変えてしまいました。金閣城ということで、金閣城です、これは。ね、これから金閣城と呼ばせていただきます。そう、てか明日がお披露目から1周年。ウケる。だってウケる。おもろい。そうなんですよ、1周年ですね。もう早いような、長かったような、なんともびっくりです。フェスもあるので頑張ります。明日も暑いの？嘘。フェスで暑いのはやめてくれ。もう一曲目やっただけでもこんなのちゃう。一曲目って写真あったしね。はい、ありがとうございましたね。これからまた、なんだろう、多分ちょっと落ち着くのかな、どうなんだろう、わからないですけど、89、まだまだ、まあ、ゴールデンウィークはやることはあるんですけどね、空いてる時間にまた皆さんとお話できたらいいなって思います。可愛すぎて涙が。ありがとうございます。頑張ります。あとお話し会ね、お話し会も来てくださる方はたくさんお話ししましょう。あと明日のフェスも来てくださる方は楽しみましょう。私の好きな曲が、私のね、私がこれ好きですとは言ってないけど、好きな曲もあるので頑張ります。ということで皆さん、おやすみなさーい。